5月17日愛南町船越カラオケ水天前で交通安全茶屋が開かれました。この交通安全茶屋には愛南警察署南和交通安全協会のほか4年生以下の船越小5人福浦小5人も参加しました。児童らは道行くドライバーに声をかけながら交通安全を呼びかけ、呼びかけられたドライバーはにこやかな表情で対応していました。運転安全をしてください。これどうぞ。ありがとう。安全運転でお願いします。はい、ありがとうな。頑張ってね。車を運転する人が交通事故にならないようにしてもらいたいです。交通安全をお願いします。5月20日は交通事故死ゼロを目指す日です。ドライバーも歩行者も思いやりを込めて交通ルールを守りましょう。